制限日本勝負、三沢光晴対川田俊明です。放送席解説は桃田光夫さんです。桃田さん、はい、夢のカードはこの広島で実現しました。そうですね、まあ2人とも要するに三沢選手も川田選手もいろいろとこの試合に何ですか、ね、思い入れがかなり大きいと思いますよ。はい、さあ序盤は逆水平と、あ、エルボーの打ち合い、エルボーの打ち合い、ロープを使ってハイキック、カードの真骨頂、エルボーかわした、かわした、99年7月23日日本武道館以来実に252日ぶりに実現しました20回目のシングルマッチ。ここまで三沢光晴の11勝3敗5分け、しかしここ6試合を見れば川田の3勝2敗1分けと川田有利、成績の上ではもう高校の先輩後輩関係ありません。さあ川田がリング下に降りていった、三沢を捉えて鉄パック、三沢どうする、はい、低めを行きます、門の竜って場外へ柵の外、カーダー無然と、そして悠然と歩いている、三沢は柵の外、仰向けになったまま、桃田さん、はい、序盤から川田がガンガン攻めています。そうですね、トーナメントですから、はい、もう自分の出せる技を全て出し尽くしてしまわなければいけないと思うんですよね、はい、要するにこれ負けたらもう終わりですから。25年ぶりにトーナメント制が復活しましたこのチャンピオンカーニバル、三沢も川田もかつて優勝それぞれ2回、その今桃田さんにありましたトーナメントというのはそれぞれにとって大きな意味を持っている。そうですね、もう要するに1回戦1回戦がものすごい大事ですから、はい、要するに1回戦に全てを出さないといけないわけですよね。そしてその全てを出すのにふさわしい相手になりました。これは頭の偶然か、あるいは運命のいたずらか、エルボーロキック、エルボーロキック、エルボーエルボーで返す、膝を狙う、この左の膝、かつて98年5月1日あの東京ドーム、三沢と川田のこの東京ドーム初進出の前日、そのメインイベントになりました。その時左の膝を痛めていた三沢、その後2シリーズ決勝を余儀なくされました。おお、残念、かかと、いや右の目でしょうか、鼻でしょうか、あの顔面は顔面ですけどね、ちょっと心配ですね、今ねかかとがもろに入ってますね。三沢うつ伏せ、側頭部、目のあたりを押さえています。三沢チャンピオンカーニバルはこのところリーグ戦が行われていました。この三沢と川田、チャンピオンカーニバルでは5試合連続引き分け、しかし今回はトーナメント、そしてなんといっても時間無制限です。さあ川田行く、ハイク、エルボーロック、エルボー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 、顔面です、円錐ではありません、顔面に行った、川田、川田らしさ、これが川田カバー、カウントは2、しかし桃田さん3、はい、行くような勢いでした。いや本当ですね、かなり今顔面強烈に効いてますよね。おお、この低い体勢でのステップキック、とにかくこのチャンピオンカーニバル、あのなんといっても名古屋でのあの戦いがありました、秋山大森7秒で赤ソンバーで大森が勝つという、何が起こるかわからないのがこのトーナメント。おっ、ちょっと赤いものが見えました、あの今ちょっと切れてますね顔をね、あそうですか、まあ、あの大した亀裂じゃないと思いますけど、お正面、正面、三沢が受けることができない、三沢の体がくねる、取った、腕を取った、イガーワンゴー、早くも大技、技の三沢、いや桃田さん、この展開からタイガードライバーです。いやすごいですね、やっぱり精神力だと思いますね。足を取った、バック、取った、ジャーマン
カウントは2です。とにかく引き分けがありません。最初から飛ばしていく、そして初めての相手と対戦するつもりでやる、そう話していた三沢光晴。その右の腕、肘のこの出っ張りの部分、そこに自らの思いを全て込めます。三沢がセラムのトップコーナー登った、ダイビングかわした、つばく、ただこの隙を狙っていた、タイガーコース、ドライバー、そしてパーボムと、まあ、かつての名勝負の中で幾度なく出されてきた技、すごいですね。やっぱりかなり序盤から飛ばしてると思いますね。それがわずか5分の間に出てきました。川田は足の裏に、そして三沢は肘骨の突き出たところに、このプロレスにかける2人の思い全て込めて、そしてこのリングに上がっています。川田の思い、ビジュアル先輩の、ああ持ち上げない、ここは読んでいた、足の裏、三沢にこの思いを届ける、そのコミュニケーションの手段、トップボール、ね、ちょっ、ああ三沢たまらず仰向け、そしてストレップフラムに入った、川田が開発したこのストレップフラム、息ができないか、三沢の体がこのチョップを受けた、だんだん赤くなってきた、休む暇はありません。もう一度ストレッチフラム、川田の意地です。レスリングを通じて理解を深めてきたこの芦川兄弟附属高校の先輩後輩だからこそ、プロレスでしか理解できない何かがあります。この2人しか分からない何かがあります。汗が滴り落ちる、食いしばる川田、もう先輩ではありません。一レスラー、全日本のトップレスラーとしてのその一と一、あっ三沢がちょっと様子が変だ、川田それで何とか返しました。桃田さん、ここまでの展開、はい、どのようにご覧になりますか。そうですね、今のところちょっと川田選手が押しているような感じに見えるんですけどね、ひょっとするとですね、三沢選手が鼻のあたりが真っ赤なんですよ、はい、鼻の要するに尾骨を骨折している可能性もあると思いますね。あ、そうですか、さっきの顔面キックですね、はい、エルボーで返す、三沢はエルボー、川田はキック、何か張った、エルボー、ロープを使ってハイキック、エルボー、ハイキック、変われない、エルボー、もう一回いくか、ハイキック、ローリングのエルボー、満を持した、川の前から倒れた。とにかくこの2人の対戦、怪我とこの納得と言っていいほど、さあ川田、川田、怪我とは縁が切れません。右尺骨骨折した時も大阪三沢川田戦でした。99年7月、三冠戦の後、川田は両目運動障害、両目ブローアウト骨折、さらにこの遡れば98年5月1日東京ドーム、三沢は死闘を敗れて、そして2シリーズ決勝ということがありました。とにかく三沢と、そして川田が、この2人が90年代の全日本プロレスを支えてきました。90年危機を迎えた全日本、当時のエースジャンボ鶴田に向かっていった三沢と川田、まるで毛利元就の3本の矢のごとく結束して、このジャンボ鶴田に向かっていきました。三沢川田、中に戻します。90年5月14日三沢タイガーがマスクを脱いだ東京体育館、その隣にいたのは他ならぬ川田俊明でした。あ、絶大川田の攻撃、
完全にお互いが何を出すのか読み切っている。その中で川田思いキック。桃田さん、三沢のダメージどうですか。いや今ね、胸も打ってるんですけど、腕を曲げて左腕をね、キック避けるのでモルに打ってますよね。ああそうですか。こっちだ。バックを取った。ジャーマンブライダー。安全やみせげり。顔面三発目。ラリアット後頭部。四回目。違う川田を見せた。返した三沢。これが三沢に継がれた川田俊明です。すごい攻撃ですね。とにかく川田はもう早い時間に三沢を潰そうというような、 そうですね、そんな勢いです、もう出せる技すべて出している感じがしますね。90年代2人が演じてきた名勝負がありました。そのうちの一つ、このパワーボムで決した試合、裏返しで返すか。これで右サックスを骨折した川田。とにかく今大阪を思い出しましたね。そうですね、さあ川田がしかし先に立ち上がっている。ラリアットカバーに入った。三沢苦しい、三沢苦しい、三沢苦しい。肩が上がっている。新世代バーニング、ノービア、秋山が台頭する中、90年代を支えてきたこの三沢、川田、これが全日本のプロレスだ。それを今日この広島で存分に見せてくれています。さあパワーボム持ち上げるか、三沢をしっかりと超えるか。高いところから落とした。バンチキュースか。返しました三沢。いやーすごいですね。三沢選手の方もあれだけの技を連続で組みながら、はい、よく返してると思いますね。とにかくこの川田俊明の気迫、それが三沢光晴に伝わって、そしてその三沢の怒り、そして三沢の何か今まで見せたかった、そんなものがこれから湧き上がってきそうな、溜め込んでいます。三沢エルボー、ローリングエルボー、カウンターで入った。川田の視線が定まりません。川が、川田がお互いを見つめる。髪をかけ上げた。距離を詰める。カバーだ。それで返しています。桃田さん、とにかくこの三沢と川田というのは名勝負を演じてきました。桃田さんにもこの二人の思いというのが、この右肘の思いあるんではないですか。そうですね、まあ、要するにもう2人は本当に先輩後輩としてやってきたわけですけど、はい、まあ、十分待ってください。タイガードライバー2発目。カウント3は効かせません。途中からはですね、もう本当にお互いは良きライバルとして戦ってきてるわけですから、はいはい、もう最高の好敵手っていうんですかね。お互い要するに相手を認める部分もそれだけ大きいと思いますよ。だからこそこの川田俊明は三沢光晴を目標にしてこれたんです。その三沢、川田の思いをたっぷりと受けて、さあ今度は三沢コールから1点、川田コール、広島サンプラザ。エルボー、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 ハイキックがあるぞ、気をつけろ、ハイキック。
さあ今度エルボーか、やはりキックとエルボー、この2人にしか分からないそのキックとエルボー、川田俊明、しかし時間無制限エルボー、どうする三沢、カバーに行った、普通で返した、川田が三沢を初めて超えたのは97年4月、このチャンピオンカーニバルの決勝ともえ戦でした。さあ三沢バット、三沢が川田にこの技で仕留めた、初めてこの三沢が川田に出していきました。15分35秒タイガため三沢に伝える、すみません僕ねちょっとあの川田選手が、はい、あの肩を脱臼してるみたいなので、あそうですか、ちょっとすみません、はい、鈴木桃地さん、そして今の瞬間三沢光晴が4月7日松本大会レイダーと2回戦後対戦することになりました。